こんにちは、金黒です。今回は品格法のお話です。今回お話しする内容は住宅の品質確保の促進等に関する法律、これを短縮して品格法って呼んでるものを解説するんですが、品格法は全部で3つあって、揮発油と公共事業と、それと今回ご紹介する住宅、この3つの品質確保の促進等に関する法律があります。スマイルチャンネルでは住宅の品質確保のことについてお話しますが、この住宅に関する品格法は住宅の品質を高める目的で2000年4月に制定されました。住宅の品格法は3つの柱からできています。まず1番目の柱は、新築住宅の基本構造部分の貸し担保責任期間を10年間義務化すること、これが一つ目の柱です。具体的な内容としては、基本構造部分の基礎とか骨組みとか屋根のような主要構造部分にもし欠陥が起きた場合は、売り主は買い主に対して10年間責任を取る必要があるということです。例えば柱が歪んでたり、床が歪んでたり、雨漏れしたり、そのような欠陥に対しては売り主は10年間買い主に対して責任を取る必要があります。そして住宅の品格法の2つ目の柱は、さまざまな住宅の性能を分かりやすく表示する住宅性能表示制度を制定すること、こちらが2つ目の柱になります。この住宅性能表示っていうのは全部で10項目ありまして、10項目に分けていろんな性能を分かりやすくランク付けするような制度です。具体的には耐震性能であったり、断熱性能であったり、バリアフリー性能だったり、あと維持管理しやすいとか、全部で10項目定められています。最後に住宅の品格法の3つ目の柱は、トラブルを迅速に解決するための指定住宅紛争処理機関を整備することです。この指定住宅紛争処理機関は、建築会社と買い主にトラブルが起きたときに弁護士などを使わずに迅速に解決するための処理機関なんですが、そのトラブル以外に、例えば欠陥住宅を作って10年間の間にその建築会社が倒産していたようなケース、そのようなケースも指定住宅紛争処理機関が解決してくれます。この3つの柱でできている住宅の品格法は消費者保護のためにできた法律ですので、気になることがあったら住宅会社に質問して契約されるのがいいと思います。今回は品格法についてのお話でした。次回は住宅性能表示制度の中の耐震等級についてお話します。よろしかったらまた見てください。それでは。